Happy New Year! 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、2023年始まりましたね。あなたはどんな元旦を迎えですか私はあまり普段と変わらず、朝6時ぐらいに起きて、ほっこりコーヒーを飲んで、 先ほど朝散歩に行ってきたところです。今日のお話は私の個人的な2023年の抱負をシェアさせていただき何かあなたのきっかけになればいいなと思っています。私の今年の抱負は本音で生きるということです。本音ですね。本音ってね結構難しいんですよね。私はどちらかというと 生きたいように生きてるしやりたいことをやってると思いますやりたくないことはやらないのでただやっぱり日頃生きているといろんな贅肉が思考についてきて難しく考えちゃったりしてだんだん本音が薄まってくる本音から遠ざかってくるということが起こっていたんですねそんな気がします なので、今年は今一度本音で生きるということにフォーカスしたいと思います。どんな人にも必ず変わらない真実っていうのが一つあると思うんですね。それは、みんないつか死ぬってことですね。これは分かってることじゃないですか。みんないつか死にますよね。分かってるはずなんだけど、やっぱり日々のあれもこれもそれもっていうことに、やっぱりこう惑わされてというか、 贅肉がついちゃって思考が複雑になっちゃって本音で生きることから遠ざかりがちになると思うんですね明日死ぬかもしれないそしていつか必ず死ぬっていうのをちょっと忘れがちになってくると思うんですねなので本音で生きるそしてつまりそれはイコール明日死んでも別にいいと思えるぐらいで生きるっていうことですねまあそんな風にいきたいなと思っています で、まあ、そう思った時にやはり本音で生きるっていうのは今にフォーカスするってことだと思うんですね。目の前の前今に集中するっていうことですねでこれにとてもいいワークがあってこれはですね朝散歩なんですねこれは私がやっぱりこの1年ぐらいやってきてよかったなって思う結構最大級のことかもしれません。もし次ね「断子が成功したら「断子も上がってくると思うんだけど。 でとりあえず朝散歩はすごくメンタルにいいなっていう実感がありますので、ちょっとシェアしたいと思います。はい、本音で生きる。本音で生きるとは、明日死んでもいいくらいね、本音で生きるってことですね。それは今に集中するってことだと思うんですね。で、これに朝散歩がいいってことなんですけど、なんか朝散歩ってすっごく軽く考えちゃうと思うんですよ。私もやるまでは、 まあ別にちょっと健康にいいくらいでしょって思ってたんですよ別にで別に今健康的に悪いわけじゃないから別にいいよって別に痩せたいわけでもないしとかって思ってたんですけどそういうことじゃなかったんですねで朝散歩は本当に良くてちょっとお話ししますねで前は私音楽を聴きながら朝散歩してたんですよねまあそれはそれでしないよりはいいんですけど最近はですね 無音で言ってます。無音ですね。<laughs> 携帯を持たずに、もう音を聞かずに、音楽も聞かずに、ただ散歩する、ただ歩くってことですね。これがめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。よかったらやってみてください。びっくりするぐらい効果があります。で、何がいいかっていうとですね、集中できるんですよ、目の前の今に。例えば歩くじゃないですか。あ私今一歩踏み出したなとか、ああ、大地を踏みしめてるなとか、 目の前の空とか「あ今日はこのブルーはこんなブルーなのかちょっと薄いな」とかあ「日が差してきたなあそのこの雲と雲の切れ間から日が差してきてるな」とか「雲の形は今日こんな感じなのか」とかあ「鳥のさえずりが聞こえるな」とかそんな感じで普段だったら他のの、ね、雑音とか雑念で書き消されてる今に集中できるんですよね。 これがねめちゃくちゃ文句なしに気持ちいいんですよこれ本当におすすめなので私は行きと帰りでだいたい30分ぐらい歩いてるんですけど15分とかでも全然効果あると思いますお忙しい方は10分15分でいいのでおうちの周りをただ歩いてみてください無音ですっごくメンタルにいいですよ目の前の今に集中できますで何がいいかっていうとですね 幸せを感じられるんですよね、えー、っと個人的にはちょっと昨年ね私悲しいこともあったんですね。なんですけどその散歩し,して目の前の今「あ今日は風がこんな感じだな空がこんな感じだなあ光があそこから差し込んでるな」とか「大地を踏みしめてるな」とかっていうのを感じられるとあ純粋に今日も生きてるなって思うんですよ。 純粋に本当に当たり前なんだけどあ今日も生きてるなーって今日もちゃんと一日が始まるなってそれがすっごく幸福に感じられるんですねだからすごい小さな悩みとかが結構どうでもよくなるんですよ。これはすごくあのいいことかなと思ってますね。なのであなたもよかったら朝散歩とか別に今必要としてないしって思うかもしれないんだけどぜひやってみられたら本当 本当にどうでもよよ。くなりますよ小さなことがどうでもよくなる。そして今に集中できるようになって、今に集中できるようになることがつまり自分の本音が分かり、本音で生きれるようになると思うんですよね。なので私は今年も朝散歩をやりつつ、2023年は本音で生きるってことをやってみたいと思っています。というお話でした。2023年楽しんでいきましょう。ありがとうございました。Thank you for listening. See you next time. Bye.